アレハンドロ・ガブリエル・セゴビアは、ベネズエラ・ヤラクイ・シューサーン・フェリペ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。NPB では、育成選手であった。2008年に、タンパベイ・レイズとマイナー契約を結んだ。この年は、参加ルーキーリーグのベネズエラン・サマーリーグ・レイズで、プレーした。48試合に出場し、打率270、本塁打4本、打点19を記録した。 2009年は、参加ルーキーリーグのベネズエランサマーリーグレーズで開幕を迎えた。ここでは、50試合に出場し、打率349、本塁打7本、打点40を記録した。その後とべし、参加ルーキーリーグのガルフコーストリーグレーズで23試合に出場し、打率181、本塁打0本、打点9を記録した。2010年は、 参加アドバンスルーキーリーグのプリンストンレイズで開幕を迎えた。この年は34試合に出場した。2011年は怪我のリハビリのため参加ルーキーリーグのガルフコーストリーグレイズで開幕を迎えた。ここでは5試合に出場した。その後参加ショートシーズン A のハドソンバレーラネゲーズに昇格した。ここでは18試合に出場した。 2012年は参加 A のボーリンググリーンホットロッツで開幕を迎えた。この年は70試合に出場した。2013年は参加アドバンス A のシャーロットストーンクラブズで開幕を迎えた。この年は109試合に出場した。2014年は参加 AA のモンゴメリービスケッツで開幕を迎えた。この年は88試合に出場した。 2014年12月26日に東北楽天ゴールデンイーグルスと育成契約を結んだ。背番号は124。東北楽天ゴールデンイーグルスでは初の外国人スケット保守となった。2015年はイースタンリーグ公式戦で56試合に出場し、打率236、本類打9本、26打点を記録した。その後、 同年10月31日に球団から対談が発表された。2016年7月28日に四国アイランドリーグプラス徳島インディーゴソックスへの入団が発表された。徳島では内野手登録で後期の16試合に出場し、53打数15安打で打率、28313打点1本塁打の成績であった。シーズン終了後、 徳島を対談することが発表された。2017年はアメリカ独立リーグのフロンティアリーグに加盟するエヴァンズビル・オッターズでプレー73試合に出場し、打率233、14本、45打点の成績を残した。ありがとうございます。